松本浩二です。今日はギタリストからの質問に10個お答えしたいと思います。このチャンネルではトータルギターメソッドからの会員様の質問にお答えしております。トータルギターメソッドの会員様専用の動画ではあるんですけども、この動画単体でも勉強になるように作りますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。そしてトータルギターメソッドというのは、私がですね、東京芸術大学とバークリー音楽大学と、私が運営している ISM ギタリスト養成所っていう、プロ養成のギタリストを育てるための教育機関なんですけども、それの内容を全部ギュッと一つに凝縮して作ったギター教材の集大成とも言えるものでございますので、多分これ以上の教材ないと思って作っておりますので、ぜひこの機会にご利用ください。よろしくお願いいたします。概要欄からぜひご覧ください。じゃあ質問にお答えしたいと思います。1番目、夜型のプログラマーギタリストです。生活習慣を変えたいと思いながらなかなか変えられないのですが、どうすればいいのでしょうか。プログラマー用語で考えると、脳内プログラムがこうあるわけですよね。それでにバグがあるわけですよ。だからそれを、デバッグする方法を考えてください。多分これでいけると思います。ごめんなさい。ちょっとマイク触ります。2番目、日本では A メロ、B メロサビの構成の曲がほとんどなのは理由がありますか？世界中の曲でその構成多いんですよね。で、実際には、ね、A メロがあって、これバースって言います。で、C メロのことをコーラスって呼びます。で、この間をつなぐのがこれブリッジっていうんですね。はい。で、その方法でバースとコーラスをつないで盛り上げるっていう手法が確かに多いんですよ。だからその方法で作られた名曲、ヒット曲、有名曲が多いから、皆さんそういうふうにこう習ってやるんじゃないでしょうかね。これはちょっと正確な理由ではなくて私の意見です。3番目、事務所がないミュージシャンの報酬や契約条件は書面がなければ口約束になるんですか？例えばメールとか LINE とかで何らかのやり取りしたら、それ十分な契約として法律上なんとかなるって私の弁護士が言ってました。4番目、ファイナルカットプロとプレミアプロのプロミア、え？ファイナルカットプロとプレミアプロはどう違いますか？これ動画編集ソフトですよね。昔、その昔、ファイナルカットはもうおもちゃなんですよ。で、プレミアプロはもう完全プロ仕様みたいな。で、どんどんこう歩み寄って、今、ファイナルカットプロでも映画1本作れますとか言ってますし、プレミアプロも初心者の方でも使えますっていうみたいな感じにこうなってきた感じなので、私は、ね、これ私の世代的なものですけど、なんかファイナルカットはなんか、より多くの人に簡単に使ってもらえるように、初心者に優しく、こうおもちゃを作って、それがプロ志向にまで通用するようになったっていう順番のもので、ファイナルカットはプロが満足するように、まあ、作ったものをどんどん初心者でも使えるようにしたから、私は、その後者のプレミアプロの方がいいんじゃないかなと思ってます。実際に私もプレミアプロしか使ってません。てかもうこれ、こんなのはもう普通に何の編集もせずにアップロードしてますけど。5番目、スタンダード編の All You Crazy Moon は明るく聞こえ、ウェス・モンゴメリーが弾いたやつは悲しげに聞こえます。リズムが違いを生んでいるのでしょうか。これ感じ方はね、人それぞれですので、何が要因かっていうのは分からなくて、多数その要因が考えられるんですよ。これはね、ちょっとまず前提知識として、金沢工業大学の山田雅史先生がお書きになった本、リンク貼っておきますので、これお読みください。なんだっけな、名前。音楽はなぜ心に響くのか。なんかそういった系統の題名だったと思います。はい。これをお読みになっていただくと、その要因、探るきっかけになると思います。私がこれですよっていうことはできません。6番目。慢性的な首や肩の凝りがあるのですが、どこに見てもらうのが適切でしょうか。私はスポーツドクターに見てもらってます。ミュージックドクターもいるんですけど、ミュージックもドクターに見てもらえばいいのかな？スポーツドクターも。私、運動もやってるので、スポーツドクターに見てもらってますけど、確かに、音大とかには専属のミュージックドクターがいらっしゃるんで、その先生に見てもらうのもいいと思いますね。多分検索したら一発で出てくると思いますよ。7番目、演奏中に口がパクパクもごもごしてしまう癖を直す
方法ありますか？いますよね。この人。こう、見えないですか？口がムーンムーンムーンとか動いちゃう人。はい。私の友達のゲルマンシャウスっていう人もね、ムーンムーン動いてます。私はね、舌がね、を出したまま弾くっていうのが若い時にやってたことなんです。難しいフレーズを弾く時に舌を出すってことをやってたんですよ。で、当時はそのスマホとかないんで、当時のマネージャーにビデオを撮ってもらって、顔ばっかりずっとビデオを撮ってもらって、で、それで、あなたこういう時に舌出るから直しなさいよって、まあ今のうちのかみさんですけど、修正したのを覚えてます。矯正っていうんですかね。はい。で、今はまあスマホを、があるんで、自分でこうやって映像を撮って、注意するのが一番いいんじゃないですか。8番目。おすすめの目標の立て方は何ですか？ 知らない。何これ ちょっと質問がわからないです。おすすめの目標の立て方は何ですか？ これなんか昔、ダウンタウンの漫才でありましたよね。なんか、花子さんがパン屋さんに行きました。さて、どうでしょう？みたいな。ちょっとわからないです。歪みのメインのエフェクター、9番目。歪みのメインのエフェクターを買いたいです。あ、違う違う。歪みのエフェクターを買いたいです。最初は何がおすすめですか？まずね、どうしようかな。これなんか毎回同じ質問が来て違う答えを多分言ってると思うんですけど、私気分で答えますので、今の段階、2024年の、春の気分では、どっちかにしましょうか。サーのライオット。まず買ってください。これ。2、3万です。で、チューブスクリーマーも買ってください。チューブスクリーマーは普通の安い安いかな。TS9。この2つ買ったら、まあ、スタートとしてはいいんじゃないでしょうか。まあ、ジャンルじゃないよ。種類としては、そのサーのライオットっていうのがディストーションで、チューブスクリーマーっていうのが、まあ、オーバードライブというふうに考えてください。歪みの中で。で、お客さん、サーのライオットをおすすめするのも、中にダイオードがいっぱい入ってるんですよ。ダイオードって、オペアンプで歪まして、ダイオードでまあちょっと歪ませるんですけども、そのダイオードの配置具合がいろんな種類があるんですよ。シリコンダイオード、ゲルマニウムダイオード、LED ですよね、こういった電気の。これの3つのね、組み合わせがいろいろ組み合わせられるんですよ。そのスイッチが、その組み合わせ選べるんですね。で、1つのディストーションなのに3つぐらいディストーションが入ってるような、その1つで3つ美味しいみたいな感じで、ご自身の好みを探るのにすごい最適なんですよ。で、しかもなんかのデジタルとかじゃないので、すごくね、いいと思います。で、反応が、私、改造したり、再現して同じものを作ったりとか、いろいろみんなでやったんですけど、もすごくその、各ダイオードの特徴的な、歪み方になってくれてるんですよ。すごくいいと思います。ちょっと2、3万の予算がね、高いと感じる方なのか、それを安いと感じる方なのかは、この質問だけではちょっとわからないんですけど、はい、参考になりました。で、それね、買っていただいて、そこから興味持っていろいろ調べ始めると思いますんで、はい、そうやってラスを、LRAS ですね、を働かせるといいと思います。10番目、前弦ブラッシングするときと、5、6弦のみにブラッシングするときでは、ミュートの加減を変えていますか？はい。工夫してます。ちょっとやろうか。前弦こうでしょ？こうやってやるとき、と、5、6弦だけで。今、前弦ブラッシングしますよね。これ、5、6弦だけ。ブラッシングしますね。答えとしては、加減を変えてます。だけど、どうやってるか自分で分かってないです。ギターだとか、音だとか、弾いてるフレーズだとか、その時のその抑揚、出した抑揚だとかに合わせて左手のミュート具合は、こう、微妙にこう、音優先で変えてるという感じですね。技術的にこうやってますみたいな感じのことは、決めてないです。はい。ちょっと、
曖昧なお答えになって申し訳ございません。はい。以上、トータルギターメソッドの会員様からの質問にお答えしました。トータルギターメソッドは12編からなる、教材でございまして、クイックスタート編っていうその初心者でもお使いいただけるようなところから、最後マスター編って言って、本当にもう、バークリー卒業したレベルの人じゃないとできないようなレベルまで、全部、1200のコンテンツにまとめております。で、順番に1日5分でもやっていただいたら、1200コンテンツですので、3年経ったら全部マスターするように組み立てておりますので、ぜひ騙されたと思って3年続けてください。もう2500人の人がお使いいただいて、もうたくさんの方にもやってるだけで上手くなったっていう、もう結果も出ておりますので、私がこんなの作ったから買ってください、きっと上手くなりますよって言ってるもんじゃないんですよ。もう立証されてるもんですので、ぜひお使いください。で、質問ありましたらいつでもFacebook レッスンというのが入ってきていただいて、私に直接24時間です質問していただきますので。で、映像を投稿していただいたら、私毎日その映像にコメントをしております。はい。ぜひご利用ください。それではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。もちろん。